演舞開演。どうも、本日はテーブルマウスの無空洞。今月の鍋焼き芋と同様にこちらもお湯が必要です。では今からお湯を渡しますのでしばらくお待ちください。出来上がりました。では早速食べてみます。はさっぱりしていると思います。お肉も程よい歯応えがあってソースでうまく食べなくてとっても美味しい。これが冷凍でできるなんてすごいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。